上昇殿。いや、出陣の用意を。諸君の軍勢が動きました。一子、孔明、待っておったぞ。劉備軍は医療で孫権軍を破り慶州を奪還。さらに東進を続けて呉を平定していった。ここに天下は二分されたのである。建康5年、蜀は北伐を開始する。官室を犯した属国魏を討滅せんと大義を掲げてついに動き始めた。しかし領有互いに譲らず、諸葛亮が数度にわたり遠征を試みるが、魏の地将芝居に阻まれ、戦況は一進一退。なかなかの深まれば食い込むことができた。12年、劉備は到着した状況を打破すべく諸葛亮の大胆な策を取った。天祖で知られる秦嶺山脈を越え、長安の背後にある五条原に拠点を築こうというのだ。曹操は蜀の遠征軍をこれまで幾度となく退けている芝居を伴い五条原に迎え撃つ。魏蜀の、そして二人の奇才の蚩尤がここに決しようとしていた。
劉備はその大徳によって漢王室復興の大望を成し遂げた蜀漢の時代の幕開けである。
今日バスター前に